それではいい揚げ色になってきたので出していきたいと思います。うまそう。はい、皆様こんにちは、ベーカーです。今日もパンを作っていこうと思います。で、今日ふと揚げたてのカレーパン食べたいなと思って、あ、そうだ、じゃあ今日の動画はカレーパンにしようって思って、今日はカレーパンを作っていきたいと思います。で、カレーパン難しいポイントは、カレーって結構流動体なんですよね。ドロッとしてるものをパンに包もうとしても結構ベタついたりしてパンに包みにくかったりします。なので今日は簡単にカレーを包めるね、裏技を伝授したいと思います。そして今回使うカレーはこちらですね、無印良品さんのバターチキンカレーを使っていこうと思います。これすごい私も好きで、美味しいカレーで、あとは美味しい生地で作ったカレーパン、揚げたてだとなおさら美味しいと思うのでね、今日はちょっと楽しみです。それでは生地作りから始めていきたいと思います。はい、それでは計量ですね。まずは強力粉 200g 使っていきます。そしてお砂糖 16g ですね。あとはお塩 3g です。インスタントドライストも 3g 入れていきます。お砂糖の隣の方がね、発酵がスムーズにきます。あとは卵ですね。卵も油分が含んでいるので、このままイーストにかかってしまったら発酵が鈍くなってしまうので、卵は卵ポケットを作ってイーストにかからないようにね、入れていきます。そしたら今回は牛乳使っていきます。ちょっと温かい状態の方がイースト発酵しやすいので、電子レンジでチンして触って、あ、お風呂ぐらいだなって温度ぐらいまでね、温めて使いましょう。そしたらイーストめがけて全部入れます。かき混ぜていきます。牛乳が入って全体軽くかき混ぜて、イーストが溶けたなっていうところでオリーブオイルを入れていきます。オリーブオイルの方がバターよりもね、さっくりと軽い食感に仕上がります。壁面にちょっとね、グリグリとこすりつけるようにすると早くまとまります。うん、まとまってきました。そしたら台に出してこねていきます。そしたらこね方はグッと体重込めて遠くまで伸ばします。戻します。これを繰り返していくとね、だんだん弾力が出てきてまとまりが良くなってきます。最初は今回ね、卵とか使ってる生地なので手にすごいくっつくんですけれども、これがくっつかなくなってきてね、つるんとしてくるので、そこまで頑張ってこねていきましょう。独学をしてると結構このこね上がりの見極めが難しかったりしますね。で、こねてて最初の方、初期の段階はこんな感じで表面がまだボソボソしてるんですよね。ところどころイーストの溶け残りとかもね、ある状態なんですけれども、初期の段階でちょっとグルテン膜チェックっていうね、ちゃんとこね上がってるかどうかをチェックする方法で見てみると、こねる作業によってパン生地同士のくっつきが良くなるんですね。それがもちもち感とかしっとり感、膨らむ元になってくれます。生地薄く伸ばして、この段階だとまだブツブツと切れちゃいますよね。これはまだ全然グルテンがつながってない状態で、まだこね上がってないよっていう印ですね。これが薄く膜張ってつながるようになったらこね上がりです。なのでもう少しこねていきます。ゴシゴシとこするようにするとしっかりと生地同士がつながって弾力が出てきます。で、生地弾力出てきて台にもくっつかなくなりました、手にもくっつきにくくなりましたっていう段階いくと、次に転がしごねっていう、転がしながらこねていきましょう。生地を手で折ってコロ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 と転がしながらこねていきます。そうすると台との摩擦力で表面がね、つるんとしてきます。で、このこね方結構気持ちいいですよ。今だいたい5分ぐらい転がしてみました。手を逆ハの字にしてくる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 と表面の生地を下に下に押し込むようにして回していくと、きれいにつるっと一膜張ります。こね上がりの生地っていうのはこんな感じ、さっきと比べてボツボツ感がないですよね。で、つるんと一膜張った状態 でこちらでもう一回グルテン膜チェックしてみます。生地を伸ばしていきます。生地を伸ばすとさっきよりも薄く伸ばしてもちぎれないです。で、薄い膜が張って、どれくらい薄い膜かっていうと、向こう側指の肌色が見えるぐらいまで薄い膜貼れば OK。 こんな感じ、ここまでくればもう生地が完成してますよって合図になります。このグルテンの膜の貼り方とかもコツがあるのでね、
表面つるっとしてきたら大丈夫です。そしたらこちら丸め直して箱入れていきます。はい、そしたら箱入れていきます。乾燥しないようにラップをして、で今回も湯煎かけて箱入れていきます。それではフライパンに水を入れて、そのお水お風呂ぐらいの温度まで温めてきました。これ熱すぎるとね、やけどしてしまうので気をつけてください。仕上がった生地を入れていきます。今の大きさこれくらいです。大きさが大体倍ぐらいになったら一次発酵終了なので、そこまでね放置しておきましょう。ではポチャッとつけてこのまま少し待ちます。それではこの一次発酵の間に、今日の一番のメインのポイントである液体状のカレーをどうやって上手に包むかっていうポイントをご紹介します。今回もね、冒頭でご案内したバターチキンカレーを使っていくんですけれども、中開けてみますね。バターチキンカレー、中身はこんな感じ。ドロッとしてて、もう見た目からちょっとパンに包むのは難しそうだなっていう感じしますよね。そこで使うのがこちらの粉末のマッシュポテトを使います。これ水分を吸ってマッシュポテトができるっていう優れものです。カレーにジャガイモ入ってたらもちろん美味しいじゃないですか。ジャガイモの味を入れつつ水分を吸ってもらって、まとまりやすいようにしてさらに包み込みやすくするっていうね方法を今回は使っていきます。これもちろん他のレトルトカレーでも大丈夫ですし、お家で作ったカレーでももちろんこの方法で水分量調節できます。それではこちら、マッシュポテトを加えたカレーですね。カレーの分量が 180g に対して、今マッシュポテト 18g、 10分の1の量を加えたぐらいがちょうどいい硬さになりました。でこのマッシュポテトも時間を置いとくとしっかり水分を吸うので、温かい状態でカレーを使うか、冷たい状態でもね、入れた後少し待ってみると硬くなったりするのでね、一応目安としては10分の1の量が一番ちょうどよかったです。下味見だけしてみます。うん、うまい。マッシュポテトの分ちょっとお塩だけ加えときます。味を補います。はい、今だいたい1時間ぐらい経ったとこですね。生地の様子はもう2倍ぐらいに膨らんでますね。そしたらちょっとフィンガーテストで発酵の様子を確かめていきましょう。このフィンガーテストっていうのは発酵の仕方を確かめるテストですね。指に粉をたっぷりつけてプスッと刺します。スッと抜いた時にこの指の穴が塞がらなければ発酵いい感じですよって証拠になります。塞がっちゃうようならまだ発酵させてくださいねっていう感じですね。全体がこの指に追いやられてぐーっと生地が入り込むようだったら発酵させすぎです。発酵させすぎたらもう後戻りできないのでね、今回は発酵が良好なのでこのまま作業を続けていきます。そしたらこちら全体軽くポンポンとガス抜きしてサイズを半分ぐらいにしていきます。生地を取り出します。そしたらこちらを今回は5分割していきます。重さで合わせていきます。ガツッと切ってね。それでは分割ができたら丸く形を整えていきます。生地は軽く丸く整えて15センチの円を描くように猫の手で回します。そうすると全体がつるっといきますからね。つるっとしますね。そしたら裏側ね、この閉じ目をちっちゃくキュッキュッと閉じてあげたら、こう反対側にすると膨らんで消えるのでね、綺麗に仕上がります。95センチの円くるくるっと猫の手で回す。そうするとつるっとするので後ろを一箇所ちっちゃく止める。止めたところは後ろ側にして置いておく。これで10分ぐらい放置するとね、この閉じ目消えますから。そしたらこちら今生地を切ったり丸めたりつまんだりしたので生地突っ張ってるんですね。このまま形整えようとしても形うまく整わないので、ちょっと休憩時間必要です。これベンチタイムって言います。10分間ね休ませていきます。この時乾燥しないようにだけね、濡れ布巾とかかぶせておきましょう。それでは10分後また作業開始します。はい、それでは休ませる時間終わりました。時間を置いとくと柔らかさが増してプニプニするんですよ。このね、緩んだ状態で形を整えていくっていうのが綺麗な形を作るポイントになります。で、形の整え方ですね。つまんだとこ上にして、こちらは綿棒で楕円形に広げていきます。1回で伸ばし切ろうとしないで何回かに分けてね、伸ばしていくと綺麗に伸びます。大きさの目安はこのカードの1枚もちょっと大きめ、指2本分ぐらいね、大きめにしていきましょう。
横幅はこのカードの横幅と同じぐらいにしていきます。そしたら先ほど作っておいたこちらのカレーを5等分して乗っけていきます。この時の注意点は生地の端っこに油がついちゃうとくっつかなくなるので油つけないようにお願いします。そしたらこちら半分に折ります。で端っこツン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 と閉じます。これしっかり閉じてくださいね、溢れ出ちゃうからね。なるべくね空気入れないようにして密着して切ります。しっかりとくっつけて止めたらちょっとカレーパンっぽい形にね伸ばしていただくとレモンみたいなこんな感じ、これカレーパンの形ですね。そしたらこちらまとめてカレーだけ包み込んだ後に後でパン粉と卵をつけて揚げていきます。そしたらカレーパンの成形が全て終わりました。でカレーパンってもともとは洋食屋さんで人気のカレーとあとはカツレツを一緒にできないかってことで作られたもので、カツレツの中にカレーを入れちゃえっていうような発想で作られたメニューなんですね。なのであとは衣をつけてパン粉つけて揚げていきます。うちこね軽く生地にしていただいて卵の付きをよくします。これで全体ねまぶしていただいて、まずは卵全体つけます。そして軽く卵を切ったらパン粉の中に入れます。でこれでグググッとつけます。こんな感じですね。でもパンにパン粉つけるなんてとても斬新ですよね。パンにパンつけるんですもんだって面白いパン。はい、そしたらこのまま生地を休ませてあとは油で揚げていきます。二次発酵ですね。だいたい室温で今回は20分置いていきます。生地が少しね大きくなって緩んだら揚げていきます。のち雨やんだ、雨やんだ、まだちょっと降ってるね。雨やだね、お散歩行けないね、行けないね今日ね。行きたいの、ダメ行けないよ。どうしたの、どうしたの。それでは二次発酵として室温で20分ほど置いておきました。乾燥防止でね濡れ布巾かけてます。で一回り大きくなってるの分かりますかね。パン二次発酵終わった後あんまり触りすぎてしまうとね膨らまなくなってしまうので、なるべくふんわり触ってふんわりと油に落としてあげます。こんな感じです。二次発酵の見極め。カレーパンは油で揚げていくパンなので油の温度がすごい大事になります。油の温度は160度低温と呼ばれる油で揚げていきます。見極めはパン粉ねちょっと落としていただいて、そこの部分にストッと沈んだ後にゆっくりクーッと上がってくるぐらいが160度。それでは揚げていきます。よいしょ、火傷だけ気をつけてくださいね。あんまり入れすぎても温度下がるので一応2個と3個に分けて入れていきます。残りは発酵しすぎないようにちょっと冷蔵庫で休ませておきます。焼き色がついてきたらひっくり返して反対側も揚げていきます。やばいな、お腹すくなこれ。それではいい揚げ色になってきたので出していきたいと思います。うまそう。それではカレーパンが揚げ上がりました。こんな感じに仕上がってます。いやもう早く食べたい、美味しそう。揚げるときは温度高すぎるとすぐ焦げてしまって中の生地まで火が通らなくなってしまうので160度低めの油で、だいたい油の中に使っている時間が10分前後にしてあげるのがね火の通し方のポイントですね。それではいよいよこれから試食をしていきたいと思います。ではいただきます。うん、生地もっちもち。まだ生地しか食べれてないです。カレーに到達しないです。カレーに到達するまで、ね、もう一口いきます。うん、うまい。なんで揚げたてってこんな美味しいんですかね。バターチキンのね、まあ、バターチキンそのものでも美味しいんですけど、それと相まってやっぱり外の衣のカリッとした食感だったり揚げ上がった時の香ばしさだったりがカレーパンの食感でも美味しいし味でも美味しい、
で、具こんなぎっしり入ってるカレーパン見たことあります？具が多いからといってマッシュポテトが入ってるのでそこまで濃い感じにしないんですよね。全くくどくないです。で、かつ薄くもないからすごい食べやすいですね、このカレーパン。マッシュポテトを使ってとても包みやすくて失敗しにくい方法、もう失敗しないですね。ぜひよかったらね、この動画をきっかけにカレーパンチャレンジしてみてください。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。カレーパン食べたくなったよとか作ってみたいなって思った方、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。またぜひ次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。これちょっと大きすぎて詰めようとしても袋入らないです。いつもこれでね、この中から開けて買ってきたのじゃなくて私作りましたってやるんですけどね。いけたいけた。ジャンボ蒸しケーキプレーンぽいですかね。